ようブラザー、白瀬ゴールドチャンネルでは原神好きなあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。公開はさせません。今日紹介したいのは、機関機関の高難易度へ向けてというタイトルでやらせていただきますが、3つ項目があります。まずはね、武器で、自身の機動力をアップさせることができます。で、2番目に、生物でスキルの回転をアップすることができます。で3番目、キャラ構成でダメージアップ。これキャラの構成でダメージ、要するに、置く期間のダメージをアップさせることができますので、その紹介をしていきたいと思いますので、最後の方までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあまず1、武器で機動力アップするっていう方法ですね。で一応、紙風減点というものがあって、一応星5なんですけど、こちら移動力が、上がっていくと。まあ、装備してるだけで移動が上がるんで、おすすめ。で、もう一つ、持ってなければ特級の宝玉というものがあって、敵を倒したら、15秒間、こういう移動力が上がるっていうものになります。これ、どうやって敵倒すんだってなった時に、幻想が絡んだ攻撃をして、要するに火をつけてる状態で、相手が、死んでしまう。要するに、こっちがちゃんと幻想で絡んでれば、設置物で倒しても相手を倒したっていう判定になるんで、これを使って代用することもできます。で、弓に関して言うと、単月試作がいいと思います。で、単月試作は敵の、弱点に命中すると移動力と攻撃力がアップするってものなんですけども、大体頭に当てればこれが発動して、で、守衛とかだったら目玉に当ててやると。基本なんか弓キャラを入れていくと相手の弱点にあって邪魔していくっていうスタイルだと思うんで、普通にこれを使うと思い、いいと思います。で、もし、敵の足止めメインって考えるのであれば、胴体でも何でも当てれば終わるってやつがあって、こっちの、総帥の狩猟弓っていうのかな。で、こちら足止めに使います。4秒間 0.5 秒ごとに敵を吸い込み攻撃をするみたいなものがつきますんで結構優秀だと思います。これは機構装備になるんで一応持ってればって形でいいと思います。で次が槍なんですけども天空のおごりという天空槍ですね。これが攻撃速度が上がります。で例えば勝利が今回メインイベンターみたいな感じになると思うんですけどももうそのキャラクター使うときに連続攻撃で相手をノックバック動けなくさせて、やるっていう方法をたまにやると思うんですが、その時に攻撃速度が上がる、もうそのまま上がってるっていうこの天空の槍っていうのが結構おすすめだと思います。ということで武器で機動力アップ。あとは足止め枠と攻撃速度枠っていうところで、ご紹介させていただきました。はい、生物でスキルの回転をアップするっていう項目なんですけども、今回僕が進めるのはこちらのバクトですね。バクト4セット。で、推奨はスキルのクールタイムの長いキャラなんですけども、基本的にはクレイが使ったらいいと思います。だいたい2発クレイ、ボンボン爆弾投げて、で、そのクールタイムの間に、1回、敵を倒せば、ほぼ3回打てるような感覚になります。こちらが祭礼とかの効果が今回使えないってことで、クレーのボンボン爆弾、トラップの、回転率が上がると非常にクリアしやすくなるってところなんで、バクトはかなり優秀かなっていうところですね。勝利の場合だったら長押しのクールタイムが若干短くなるぐらいなのと、フィッシルの場合は、オズが退場した後ですね。継続時間が終わって退場した後。その後にフィッシルがちゃんと連打しまくって、キルに、倒した瞬間にダメージを与えてれば発動するっていう形になりますね。一応こんな形で、スキルの回転を速くして少しでも有利に進めることが、できる内容がありますよっていうことですね。はい。で、キャラ構成でダメージアップっていう項目なんですけども、一応こちら、おすすめのキャラクターですね。まずは、勝利がかなりおすすめですね。転生シールドを20秒間。
これ敵の攻撃受けないんで、シールドの長持ちが非常にやばいっていう。に20秒間ずっと近くにいる敵の、耐性が 20% ダウンしていくっていうところになります。なので、まあ、勝利でシールド貼って、まあ、殴ってもいいんですけど、柱自体も30秒間設置物持ちますんで、勝利で柱打って、シールド打ってみたいな感じ。その後に普通にクレーに移行して、まあ、防御力ダウンさせていってっていう形がかなり強いんじゃないかなとは思います。ただ序盤の細かい敵相手にするのであればスクロースで、序盤というのは基本的に、まあ、置物の種類が揃ってない状態が多いので、なので元素がね、まあ、2個ぐらい、2、3個ぐらいですかね、2個、それぐらいの状態であれば拡散した時の元素耐性のダウンってやつが有効になってくると思います。はい、だから使いやすいですね。ただ、まあ、ここら辺を狙っていかないのであれば、先ほどの、まあ、バクトを装備させて、まあ、スクロースのスキル3発撃っちゃうみたいなことも、僕はいいと思います。で、ちょっと戻るんですけども、クレーのボンボン爆弾もさっき3発撃てるし、トラップを仕掛けるっていうところで、かなり有効なので、僕は勝利、クレー、スクロースっていうこのセットは非常に優秀だと思います。で、もう一つ。関羽ですね。で、これ1突効果があると銃撃のヒットですね、銃撃2段目もそうなんですけども、氷耐性が 15% ダウンします。一応これは、まあ、氷多めで行く時の、セットとしては非常に優秀なのかな。で、弓枠として相手の弱点を狙って、まあ、動き止めたりとか、まあ、遠くにいる相手をサポートするとか、そういったところで関羽が非常に優秀なんで、まあ勝利、クレー、スクロース、カウンみたいなセットにしとくと、資格がないのかなと思います。一応、ジンも強いんですけども、ジンは相手吹っ飛ばして、崖に落とすっていう行為があるんですが、それすると、ポイントが下がっちゃうんですよね。敵を80体倒すみたいなのがあって、あれ落としちゃうと、期間で倒したことにはなくなっちゃうんで、基本的には落とさない方が、得点は狙えるということになります。で、最後レザーの4突で、もちろんこれも防御力ダウンしていくっていう効果になります。で、例えば、まあ、ちょっと番外編なんですけども、レザーの場合はライド装備させて、まあ、スキル打った後に通常攻撃6突してたらね、また電撃打って、まあ、カフカか何かをかけていって、まあ、1秒でも多く削っていくみたいな方法もありなんですけども、まあ、基本的にはバクトがいいかなとは思います。レザーの場合でも何だとしても。っていう形で一応今回の、ご説明以上なんですけども、まあ、キャラの構成だけでダメージアップできるっていうところと、やっぱり武器と生物の構成が非常に優秀ですね。例えば関羽だったらさっきの単月か、まあ、その気候弓。で、気候弓関羽で、そうですね、もう一つつけるとしたら、まあ、バクトでもいいんですかね。10秒間、スキル10秒間なんで、あれが3つ出ることになるんですね。まあ、あれも氷付与させるのが時間差で来るんで、3つも置ければかなり優秀だと思いますんで、そういうセットもぜひぜひ試してみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。